ヘピニキヘピニキはサンバなどブラジル音楽で演奏する座楽器の一つである。現在、ブラジルや日本を問わず、一般的にはこの楽器を総称してヘピニキと呼ばれることが多くなっているが、本来の正式名称はヘピーキである。元はスルドの一種としてスルドヘピーキと呼ばれた。10から12インチの銅にナイロン製のヘッドを貼り、高めにチューニングした両面大鼓。 かつてヘッドの材質は、ヤギ革が貼られていたため、今とは違い低めのチューニングで、テンポもやや遅かった。しかし1978年に、ナイロン製のヘッドに変わったことでチューニングも高くなり、テンポが速くなった。片手で、バケッタと呼ばれる、ヘピー機専用のスティックで画面を叩き、もう一方の手は、開けて、ディムにかかるようにアクセントをつけて、画面を叩き、 16分音符の4連符を演奏するのが一般的である。ブラジルでは長さ3 0トルほど直径2から3センチメートルの太い木製のバケッタが多く使われる。冒頭で述べているように本来この楽器を総称した正しい名称はヘピーキである。日本ではこの楽器を総じてヘピニキと呼称するがこれは誤りで正しくない。また日本では 楽器のサイズもほぼ統一されたものを使用し、ドラムスティックで叩く場合も多いが、ブラジルでは異なる。ヘピー機とヘピニキはどちらも同じ楽器であるが、その名称の違いは、エスコーラジサンバやブロコにおけるバテリアと呼ばれる、打楽器体の編成のパートと、サイズで異なる。打楽器体が演奏する際のスタートや途中で一旦、全体の演奏をストップさせるブレキ、また、パラジーニャと呼ばれる、 コールレスポンスの際に合図的な役割を果たすパートをヘピニキと呼びヘピーキより大きめのサイズで 30cm 直径2から 3cm のヘピニキ専用のバケッタがブラジルで一般的に使われるヘピーキはそれ以外の全体演奏とシンクロして演奏するためブレッキやパラジーニャでは演奏しないまた会社でも使われる長さメートル。 直径1 5センチメートルの木製のバケッタが使われる。ヘピー機の仲間としては、片面だけヘッドを張った画面を、バケッタを使わずに、平手で叩くヘピー機ジマウン、両面にヘッドが貼られて、画面を平手で叩き、銅を指につけた指輪で叩いて音を出すヘピー機ジアネウがある。なおこれらは、パレード、カーニバルなどの大人数編成ではなく、 パゴージなどの少人数編成の3倍演奏で演奏される。ありがとうございます。